はい、紀ノ国屋書店さんから届きましたブックス紀ノ国屋。はい、何でしょう、本でしょうかね。開けてみましょう。紀ノ国の何が出てきたの。はい、単なる紙。はい、ちょっとアマゾンと違う感じのこう梱包ですね。はい、どんどん開けてみましょう。じゃん、はい、おなじみのデアゴスティーニから自衛隊モデルコレクションのですね4号目2013年5月21日版となっておりますが、2490円の、はい、こちらです。 T4 ブルーインパルスになります。創刊号はですね F15 だったんですけれども、それでちょっとね戦車とかですね、あの護衛艦とかはあんまり興味がないというか、まあ興味あるんですけど集め出すキリがないので、こういった、航空自衛隊のものにね絞ってちょっと集めてみようかなと思います。ただですね、結構定期的にチェックしていないとですね、すぐに売り切れになったりですね、逃してしまうと店頭ではもうあんま置いてなかったりしますので、こういった商品ちょっとチェックするのが結構大変かなと思います。ということで、今回ですね、すいませんね、暑くて窓開けてるんでちょっと声が聞こえると思うんですけれども、はい、 T4 の中等練習機になります。最近ではですね、日曜日に空飛ぶ広報室というようなドラマもやっていますし、つい昨日ですかね、安倍首相もブルーインパルスに登場して大々的にアピールされていらっしゃいました。で、今年はですね、松島基地、このブルーインパルス松島拠点なんですけれども、東日本大震災がありましてね、基地から離れていたのですけれども、基地にやっとですね帰還できたというところで、今年は航空祭、各地の航空祭も盛り上がるんじゃないかなと思います。ということで、この T4 を開けて紹介をしたいと思います。はい、というよりもですね、写真を撮ってですね、まあこんな感じですよというのを紹介しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。飛行機のブログの方も確かに更新しなかったので、まあこれを更新しておこうかなと思います。